こんにちは、どうもひでおです。ということで、本日はですね、こちらの、シャオミレドミノート 9S のバッテリー持ちがいいよねって話をしたいと思います。よろしくお願いします。ですね、僕は6月9日の、なんか予約してね、それが家に来まして、もう速攻で来まして、このシャオミレドミノート 9S っていうスマホを使ってるんですけど、まあね、僕はもうお気に入りですよ。はい。ぶっちゃけ今1台なんですけど、本当にこの1台で動画も撮れちゃうし、写真も撮れるし、ほぼほぼ綺麗に撮れるし、そうで、とにかく画面がでかいから YouTube とかもそうですし、あとは Kindle、電子書籍ですね、もうすごい見やすいんですよ。ニュースアプリとか Twitter もそうだし、もう全部使いやすいんですよね。スクリーンショットもパシャって撮りやすいし、スクリーンショットの編集も楽なんですよ。で俺が言いたいのが、今回言いたいのはバッテリーの話なんですけど、そのバッテリーがね、やばい。今日僕朝午前中会社って言ったらバイトですけど、バイト行って、で午後僕ちょっとバイクをね、スクーターをこういじったりとかしてて、で今現在時刻が6時17分なわけですよ。はい。で朝僕起きたのが7時頃か6時半まあ7時頃かまあじゃあ7時だとして、7時から今現在6時17分なわけですよ。そうすると単純計算いくらだね、9時間まあそんぐらいなわけですよ。優に8時間を超えてるわけですよ。なんですけど、バッテリーが、今これ動画撮影する前に、動画撮影してますけど、なんと 79% ですよ、今。やばくないですか？やばくね？ちなみに僕はさっき YouTube を動画撮って、今日なんか没頭してましたっていう動画を撮ったんですけど、それをアップロードして。で、プラス、なんだ、今何を言ったんでしたっけ？ボットしましたっていう動画をアップロードして、そう、編集とかね、ブルってアプリで、こう、編集って言っても、僕ただ動画組み合わせたりとか、なんか文字入れたりぐらいですけど、それして、こう、圧縮してというか、保存して、データ保存して、YouTube にアップロードしてみたいな感じでやってたんですよ。なんで言うと、79% なんです。やばい。本当にね、僕はね、このスマホマジ結構どころじゃなくて、本当に、もしできるんであれば、もう買い替えたい。ルーティン買い替えをしたい。要するにこれをめちゃめちゃ使いまくるわけじゃないですか。そう、めちゃめちゃ使ってさ、動画撮ったりとかさ、ウーバーしたりだとか、メルカリとか。で、昔僕、ギャラクシー S9 を1台だけでこう、いろいろやってたんですよ。っていうおかげでめちゃめちゃバッテリー下手っちゃったんですけど、ってぐらい使いたい。本当に使い込みたい。で、使い込んだらそれを売って、新しいのを買いたいっていうぐらい、僕は結構お気に入りなんですけど、まあ、その時期になったらまた後で、シャオミがね、多分Mi 10とかなんか Mi 9とか、いろいろ出してはくれると思うんですけど、知らないよ。知りません。勝手に今、僕情報です。勝手な情報ですよ。はい。なんで、バッテリーがね、そう、79% っていうのを見たときに、あれみたいな。そう、僕ね、今日ね、普通ですよ。ツイッター見たりとかもそうですし、ね、バイクのちょっとスクーターのことバーって見たりだとか、ね、ニュースアプリ見たりだとかしてたわけですよ。なんだけど、そんな使ってなかったっけってぐらいなんですよ。で、普段僕も、使う時があるんですよね。例えば、お休みの日、会社に行かなくてバイトの日とかで、家でずっといるとか、読書してる、Kindle めちゃめちゃ読んでるとか、で、本当に Kindle って、マジであんま食わないんですよね。バッテリー。これね、本当面白いですよね。バッテリーあんま食わないんですよ、Kindle って。だから、スマホで結構朝読書とか2、3時間してても、95%? いつだっけ ?93% ぐらいだっけ、この土日、この前の土日とか結構読んでたら、ぐらいとかだったんですよ。これすげえなと思ってて。もう読んでる、全然そう、読んでるのに減らないから、明るさと結構明るいんですけど、これすげえなっていうね、バッテリーがすごいんですよ、とにかく。5020mAh でしたっけ、ちょっとあれなんですけど、そう、僕自身以前ね、あれ使ってたんですよ。ユミリティ F1 プレイっていうのを使ってたりとか、それも5000あったりとか、あとはその前で言うと、まあ、ゼンホン6とかもそうですし、あとはファーウェイメイト20プロっていうのがあるんですけど、まあ、バッテリー 4000mAh あったんですよ。で、4000ってめちゃめちゃ持つんですよ。当時のスマホっていうか、まあ、ちょっと前ですね、半年前とか約1年前のスマホで4000あったら、もうだいぶすごいんですよね。なんですけど、本当に5000あるっていうのは、もうそれを超えます。なぜかというと4000で、しかもその、まあ、スナップドラゴンとか、まあ、いわゆる作業がいっぱいできちゃうから、その分やっぱ減るんですけど、これは、なんかスナドラ720G っていうところだと思うんですけど、それとか、あとラムが6とか、そう、あとロムが128とかで、なんだろう、こう、なんていうのかな、スーパーめちゃめちゃパワーマンってほどではないんだけれども、なんていうの、優秀って言った方がいいか。の方っていう感じの作りをされてるような感じが体感ではします。ちなみに僕はそんな頭良くないんで、今本当に言った通りで体感なんですよ。人によっては違うと思う。なんだけど、
本当にそのわざわざなんかバカ力今出すぞっていう時とかじゃなくて、もうなんか基本的に優秀だからこういう時に力発揮してほしいと思ったら動いてくれるみたいな。例えば動画編集とか、動画アップロードする時とかは本当サクサクなんですよね。そうこれねすごいっすよね。そうなんか無理して頑張って今すぐなんかそんな早くアップロードしなくていいっていう感じな部分があるんですよ僕からすると。もちろんあのスマホねいっぱいあの2台持ちとかだったら特にいいと思うんですけど、なんだけどそれも問題なくアップロードできちゃうし、そう普通に使ってて問題がないわけなんですよ。っていうのにさらにバッテリーがあるおかげでもうゆとりがすごいマジでマジで、あのね、今びっくりしちゃった俺、これ動画撮るしかないでしょと思って撮っちゃいました。まあそんな感じでございます。はい、5000ミリアンペアワーってね、やっぱりもう多分俺は戻れないよね。あの3000も無理です。はい、4000ですねあって。そう、なんで4000がいいかっていうと、本当にファーウェイメイト20プロもそうだし、あとポコフォン F1 とかもそうですし、あとAsus Zenfone 6もそうですけど、もう4000なんですよ。あれをね知っちゃうと、要するに4000でスナドラとかキリン980とかっていう、活動量というんですか、機動力の良さを知っちゃうとめちゃめちゃ使えるんですよ。動画いくらいっぱい撮ったり上げたりしてもまだまだバッテリー持ちますみたいな。それをギャラクシー S9 とかで一回やったことあるんですよ。あと Google Pixel 3XL もね、実はあのバッテリー結構あれなんですよね。スナドラ845なんですけど、バッテリーがね3400とかだった気がします。3200だっけ。僕の場合中古でそれ買ったので、本当にねバッテリーが結構早かったんですよ、あの減るのが。まあその分あの急速充電とか今の時の時代はさ、急速充電すれば大体もうね放置ちょっと20分30分放置してたらもう回復しとくんで、まあまた使えるみたいな状態なんですけど、もはやあれをやってると要するにその分が使えなくなるわけじゃないですか。やっぱ使いたい時に使いたいっていう。なんだけどシャオミレドミノート 9S は僕夜ね最近ねなんかもうなんだろう、20% ぐらいは余らしてる気がする。で、もちろん、あれがやばかった。あの、最近で言うと、こうやって今動画撮ってるじゃないですか。で、アップロードするじゃないですか。で、Kindle 読んだり、YouTube 見たりとかするじゃないですか。ね。で、音楽聴いたりもしますし、僕。ってやってると、なんだっけ。夜にバッテリーがまだ2、30% 残ってて、あ、違う。めちゃめちゃ使いまくって、夕方頃にバッテリーが切れそうになっちゃったんですよね。10% ぐらいになって。あ、で、これ充電しとこうって言って充電して、お風呂入ったりとかして、で、飯食べたりとかすると、まあ70、80ぐらいかな。ぐらいになったわけですよ。で、抜くじゃないですか。で、夜11時頃とかにスマホ、Kindle とか YouTube 見てて、まだ、85% ぐらい残ってるんですよ。なんか、こっから充電するのなんかあれかなと思って放置しとくじゃないですか。翌日目覚めるじゃないですか。そのまま使ったりとかしてますからね。で今日みたいな感じで使あんまり使わないとか、そんなになんか容量を食うようななんかいっぱい動作をねするようなことをしなかったりすると、結局その80何パーの状態から夜まで続いて、夜11時頃にあーまああと10パーか、あー8パーぐらいか、じゃあ充電するかみたいな感じでまたルーティーンが戻ってきてるっていうね。めちゃめちゃすごいこれマジで。なんかほとんど心配しない。だから最近はもう本当、しかもカメラとか動画とかももうね僕は慣れました。で、人によってはこう動画が嫌だ、ちょっとやっぱ微妙だなって部分なんですけど、僕はもうほぼ動画はあれで撮ってます。あの 1080p の 30fps の広角 0.6 倍カメラで撮ってます。そうすると何が起きるかっていうと、まあ、結構僕過去の動画で上げてるんですけど、ぬるぬるなんですねマジで。何あの揺れ、あの気持ちよさ、こんな気持ちよさ。そう、片手で持ってるのに普通に歩いてるのにめちゃめちゃヌルヌル撮ってくれるんですよ。だからそれが僕はすごい楽しくて、でそれでこう自撮りして、あどうもとかやってるとちゃんと映してくれるんですよね。自分もなんかこうぼやけたりとか周りが変になるとかじゃなくて、これすげえなと思って。まあその分ね、 1080p の 60fps とか 4K の 30fps がちょっとねブルブルってなっちゃうんで、やっぱりそのジンバルとか、こう三脚みたいな今固定してますけどね、こうやってインカメもね固定してますけど、でもそうやって外でなんか移動してる最中のこう映像とかを片手でパッて押して意識しないで撮れるっていうのがすごい楽になった。すげえ楽しい。それがだからもうこうやってカメラ構えてポチッと映って歩くだけで、まあ、勝手に Vlog じゃないんだけど景色 Vlogger みたいな Vlogger みたいなのができちゃうんで、あすげえ楽しい。で画面でかいでしょ。で画面でかいじゃなくてバッテリーが持つから、そうやってちょっと動画撮って
楽しんで、また撮って、また撮って、また撮って、で、編集して、アップロードして、あ、編集して、保存して、アップロードしても、全然バッテリーが持つから、もう、他のおもちゃ、本当に。本当に、俺は好きです、このスマホ。はい。っていうお話でございました。バッテリーが持つよというお話でございました。そう、だからね、これはすごいね。これちょっと、結構感動してます。その、Zenfone 6とかも良かったんですけど、なんだろう、カメラも良かったんですけど、なんだろうね、バッテリーがやっぱ 4000mAh っていうのはめちゃめちゃ本当にめちゃめちゃ多用しすぎるとやっぱり気がつけば減ってくるんですよ。でもちろんスナドラとかもね、すごいやっぱスナドラ855とかになってくるとめちゃめちゃ動きがいいんだけど熱が増えたりとかするんだけど、今んとこね、ちょっと触っていいですかこれ、もうほぼほぼね熱はないっすね、マジでそんだけ使ってないんですよ。こうやって今10分ぐらい僕喋ってますけど、11分か、結構喋ってる方ではあると思うんですよ。まあそんな喋ってねえな。まあそんな感じでね、とりあえず僕はこれ本当に好きですっていうお話でございました。ね、一応概要欄にAmazon とか楽天のリンク貼っとくんですけど、なんかあれですか、品切れとかってマジですか？あんま知らないですけど、なんか品切れ中みたいな、俺結構ショックなんですよね。できればもう一台ぐらい欲しいなって思ってるのと、できればこれがいつか下手った時に、また新しく欲しいなと思って、まあさっきも言いましたけど、その新しくまた買う時にはまた新しい、シャオミのね、スマホ出て、楽しいスマホ出てたんだなと思うんですけど、これは本当にコスパいいぞ。3万円でしょ ?2 万8000円とか2万6000円とか2万4000円とか売ってて、こんだけお利口さんってのは、ちょっと僕は結構感動してます。本当にもう相棒ぐらいです。本当に一番僕好きです、今のところ。ずっと体で持ってます。そう。で、さらに、最後余分な話なんですけど、あと1分ぐらい話させていただきたいんですけど、持ちやすい。そう。最初ね、これ、いやーって思ったんですけど、なんでなんですか？シャオミさん教えてほしいです。持ちやすいです。なんで？でかいんだよ。でかいにしゆだけど、持ちやすい。全然、なんか前のね、それこそごめんなさいね、ファーウェイもそうだし、あと全部と比べて持ちやすいんですよ。でかいんだけど、多分重量とかも変わんないと思う。なんでなんだろうね、よくわかりません。はい、というお話でした。持ちやすくて最高です。だからもうずっと、しかも白いから背景がこれ白いやつなんで、グレイシャーホワイトってやつかな。なんでだから自分自身結構地味というか、普段からこう暗めの洋服、いつもスポーツウェアしか着てなくてこんな感じなんで、というところにこう、いいスマホ持っとくだけで、なんかすげえ映えるというか、全然映えませんけど、誰も映える写真撮ってもくれないんですけど、そう、全部自撮りなんですけど、でも本当に自分がこれを持ってて、なんか白、差し色じゃねみたいな、そう。ホワイト T シャツとか僕も昔着てましたけど、ね、汚れちゃうとか、手入れめんどくせえってことで、今スポーツウェアにしてますけど、そういうところにこう、一つ白が入るから、すげえ爽やかな気持ちになる。自分もそうだし、多分相手の人とかにも、あら素敵、スポーツマンって思ってくれてることを僕は祈って、願ってやめません。という動画でした。はい。ということで、バッテリーがね、良かったよというお話です。とりあえずね、シャオミレドミノート9S、皆さんもね、気になっている方は、チェックしてみてください。Google にね、シャオミレドミノート9S って、Google れば大体出てくると思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。